別に扱ったスポットライト、それはスポットライトではないという歌で、最近よくカバーさせてもらってる歌です。昔は英語の歌で歌われてたのを、今もいらっしゃらないですが、浅川真紀さんっていうやさぐれの女王みたいな素晴らしい歌手が昔いてまして、私は金子まりさんっていう今もの下北で歌ってる素晴らしいシンガーがいてて、その方が歌ってるのを聞いてですね、めっちゃかっこいいから私も歌いたいわなんて。でもいざ練習してこう歌詞をねじっくり読んでみると、こう涙が溢れてきたようなそんな歌です。「It's not the spotlight」、それはスポットライトではないっていうのは、過去にも私輝いてたのになあん時っていうのは、この、物理的な意味でのスポットライトじゃなくても、何かによって輝いてたんじゃなくて、輝きっていうのはあなたのその目の中にあるものよっていう、ちょっと目を覚ましてくれるような歌でした。踏まえてもう一度聴いてみてください。あの光、そいつは古びた街のガス灯でもなく月明かりでもないスポッライトでなくろうそくの火じゃない、まして太陽の光じゃないさ。あの光、そいつはあんたの胸にいつか輝いていたものさ。またおいらいつか感じるだろうか。あんたは何を知ってるだろうか。そしてネクスト DJ チーボー、セカンドセットもぜひ楽しんでいってください。